小田原市。小田原市は神奈川県西部の市である。四光寺特例市に指定されている。関東地方の南西端に位置し、戦国時代には後北条市の城下町として栄えた。また、北条早雲から北条宇治まで、北条五代の流星を陰で支えたという風魔忍者の里。江戸時代には小田原藩の城下町、東海道小田原宿の宿場町として栄えた。 箱根峠より東側の宿場町として、現在も箱根観光の拠点都市である。1876年、明治9年4月17日までは、現在の神奈川県西部と静岡県伊豆半島を範囲とする足柄県の県庁所在地でもあった。清掃地域の中心的な都市である。小田原上鎮と金箱、梅、押し付け等の特産地として、全国的に有名である。 最近では、小田原バーガーや、小田原丼、かまぼこドッグ、炭焼き、オリーブを売り出している。バブル期には、東京のベッドタウン化したとも言われたが、バブル崩壊後の長期不況や、都心回帰による遠距離通勤の減少などもあって、人口動態が減少に転じた。一時は二十万人を超えた人口も二十万を割り込み、新幹線通勤定期代に対する補助制度を、 設けるなど、人口確保のための政策を実施している。ただし、2008年、平成20年3月31日までに、転入した対象をもって、新規受付は終了。また、駅周辺の再開発、及び郊外での住宅、都市開発も、少しずつ進んでいる。神奈川県のほぼ南西端に位置し、佐古川の流れる足柄平野を中心に、東は、 大磯丘陵の南西端である、蘇我丘陵と呼ばれる丘陵に、西は、箱根に連なる火山の外林山の跡である山地となっている。南は、相模湾に面し、遠浅の海に商業港が点在している。沖合には、関東大震災の震源地となった、相模トラフが伸びているため、地震対策に力が入れられている。気候は、太平洋側気候の地域で、 四季を通じて温暖ではあるが、冬場は海側から風が吹き込む。戦士時代の小田原の中里遺跡は、縄文人と来人が共存共栄した数少ない遺跡、地域として知られ、人口比率は縄文人が多かったと考えられているが、他の地域と違い、点々と存在した来人のみの小規模の集落ではなく、縄文人と共存した大集落であった。また、 縄文文化と都来文化の境界の東端であったとも考えられ、日本の文化人類学や考古学において貴重な資料を提供している。古代の相模国側下群、足柄の下の氷の地である。古名を小ゆるぎといい、小ゆるぎ、棟梁などの字が当てられた。小田原という地名は小ゆるぎの総書体を読み間違えたものという説がある。市内千代にあった。 千代廃寺は、相模国にふとも、足柄下軍軍がの所在地と言われる。平安時代末期から、鎌倉時代にかけて、平野正門を討伐したことで有名な藤原、秀里の子孫、佐伯行藩が、長元三年、千三十年頃に、秦野に移り住んで、秦野市を名乗った。後に支流として、松田市、渋沢市、河村市、茅山市、大友市、 沼田市などが出て、相模西北部にその一族の勢力を伸ばす。現在の秦野市内、足柄上郡松田町、三北町、南足柄市、小田原市の一部。秦野城は一族の館である。秦野城のあった田原のその市場として、小田原が設置されたという説もある。平安時代の末期自称四年、1180年に、昼が小島。 伊豆国で挙兵した源頼朝と平家法の大場影力との石橋山の戦いが行われた。戦国時代には伊勢平氏流を称する北条総運が小田原城を奪取し、その子孫である御北条氏は小田原城を中心に関東一円に台頭し、鎌倉府足利氏、関東関連上杉氏、日立国志後佐竹氏、下屋国国志宇都宮氏、 その他関東八方に列せられた諸氏による当時の関東の統治体制を転覆した。なお、下屋国主の小山氏は、後北条氏により滅亡に追い込まれた。北条氏が治めた城下町は戦国時代で最も大きく発展したと言われる。天正18年、1590年、豊臣秀吉の小田原征伐による後北条氏の滅亡と、 徳川家康の江戸入府によって、小田原は、歴史の表舞台から姿を消す。家康が関東を治めるようになった後は、部下の大久保氏が小田原に入った。また、後法上氏が滅亡するまで、関東一円の被差別民を支配し、非核業に独占的な権益を持つなど勢力を誇った小田原太郎左衛門の本拠地があった。後法上氏が発給した反物が現存している。 江戸時代には、東国の要所として、不代大,大名を領主とする小田原藩が置かれ、小田原はその城下町となった。上京三年、1686年以降は、代大々奥大保市の城下町となった。城下町、小田原は、東海道の沿線であり、小田原宿は、箱根の山越えを控えた宿場として、東海道53次中最大の規模を誇った。また、小田原郊外の賀山は、 農政家二宮尊徳の記事として有名である。明治4年7月14日、1871年8月29日の廃藩地県によって、小田原藩は小田原県となった。同年末の県合併により、相模外西の旧相模国と旧伊豆国全域を管轄区域とする足柄県が設置され、県庁が小田原に置かれた。しかし1876年、 明治9年に足柄県は分割され、小田原を含む相模国部分は神奈川県に、伊豆国部分は静岡県となり、小田原は県庁所在地ではなくなった。神奈川県となった後に設置された市町も間もなく廃止されたが、1878年、明治11年の軍区町村編成法によって足柄下郡が編成されると、足柄下郡の軍役所が小田原に置かれた。 東海道本線は当初、小田原熱海沼津間の救援地帯を避けるために、現在の古典場線経路で付設された。その後、小田原経由の路線として、小田原馬車鉄道という馬車鉄道が1888年、明治21年開通したのを皮切りに、熱海線、現在の東海道本線、小田原急行鉄道、現在の小田急電鉄なども開通した。 1923年、大正12年9月1日の関東大震災では、直下が震源地だったために激しい被害を受けた。1934年、昭和9年の丹那トンネル開通で、東海道本線はやっと小田原市街地を通るようにな。この辺は、吉村明の小説、闇を裂く道、文春文庫に詳しい。1945年、 昭和20年8月15日、熊谷市と並び、太平洋戦争最後の空襲を受ける。戦後、1951年11月28日に、小田原大火が発生し、市街地300個余りを全焼。1962年、昭和37年新小田原市民家を制定した。1964年、昭和39年には、東海道新幹線も開通し、 東京、横浜への所要時間も大きく縮んだ。1990年、平成4年市政50周年を記念して、ときめき小田原夢祭りが開催された。1986年、昭和61年1月27日には、防災行政無線が開局される、当時の夕方のチャイムは、赤とんぼ。1998年、平成10年4月1日には、 防災行政無線放送等が変更され、2016年、平成28年10月1日に、防災行政無線の夕方のチャイム、ゆりかごの歌に変更された。2016年には、南足柄市との合併を検討する協議会が設置され、2020年度を目途に合併することを検討していたが、2017年12月に、 南足柄市側より方針が撤回された。当初予算規模2004年度年間商品販売額万円2004年小売業売場面積 M2004 年製造品出荷額100万円2004年農業産出額1000万円2004年高知面積ヘクタール2004年地元に本店を置く百貨店が県内 富士沢、本厚に、平塚などに店を構えていたが、西部百貨店の参加になり、その後、低迷を続け、現在では全面的に撤退をしている。小田原駅近くの静和ビルのあった場所には、万葉の湯、万葉クラブが建てられている。なお、西部百貨店自体は、2013年3月1日に、旧ロビンソン百貨店の業態転換により久々に、 小田原市に存在するとになった。また、小田原駅前には、丸糸箱根登山デパート、1980年に箱根登山、ベルジュに、業態転換が出展していたが、前者は2000年代前半に撤退し、後者は2013年、平成25年3月31日に、閉店されていい。周廃局2局、無周廃局23局、古くより、 交通の要衝として栄え、現在でも小田原駅は数多くの路線が乗り入れるターミナル駅である。80キロメートル離れた東京へは新幹線、在来線、私鉄路線で結ばれている。なお、小田原市鴨宮は東海道新幹線の開業前に実験線、鴨宮モデル線区、現在は新幹線の路線の一部となっているが建設された新幹線発祥の地である。 一方道路は近年整備が進んだものの、地理的に箱根や伊豆方面から東京や横浜に向かう交通が市内で服装するため、行楽シーズンの休日は市内の各道路で大渋滞が発生することがある。なお、港町でありながら、水上交通は盛んでない。1956年、昭和31年までは路面電車として、 箱根登山鉄道の小田原市内線も存在した。また1896年、明治29年から1922年、大正11年には、一社鉄道、京弁鉄道の豆掃人社鉄道、熱海鉄道も、海へ向かう路線を小田原を起点にして保有していた。以上2社は小田原市内に営業所を持つ。神奈川中央交通西の路線は旗の営業所の、 路線が、神津駅まで乗り入れる。平塚営業所の路線が、小田原駅まで乗り入れは休日早朝のみである。小田原市は、湘南ナンバー、神奈川運輸支局を割り当てられている。湘南ナンバー割り当て地域。小田原市は、テレビ、劇場用映画やテレビ CM などの撮影ロケーションの誘致活動を行っている。 フィルムコミッションと呼ばれるこの活動の一環として、市民の希望者をエキストラに登録し、随時出演を要請している。小田原映画祭が開催され、ショートフィルムコンテストが行われる。フィルムコミッション事業、西相模連邦共和国フィルムコミッションの実績は年々増加している。また、農業、漁業、工業、商業といった産業が多岐にわたっているため、 社会科の教育番組の舞台となったり教科書で取り上げられたりすることが多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。